おお。ああ。こんな感じなの？おっそすザ・クリーピーシンドローム続きいきます。マイクロペーサーどうぞよろしく。さあ続きでございます。前回一度初見で全てのシナリオクリアしたと思うんですが、どうやら全てグッドエンディングにたどり着かないと、ちゃんとしたエンディング見れないんじゃないかなっていうことで、そのあたりをもう一回やっていこうと思います。おっさん頼むで。こんにちは、お待ちしていましたよ。こんにちは。セッション始めの前にルールを思い出してください。ここでは何を話すかを決めるのはあなたです。わかりましたか？わかりました。いいでしょう。では目を閉じてなぜここにいるかを思い出してください。この始まりは毎回一緒やね。で、セッションを選択って出てくるのよね。興奮してないです。大丈夫です。今度はどうしたんですか？あんまないです。つい忘れる。おっさんが笑うこと。で、セッションを選択。一旦全部クリアしたんやけど、おそらく、赤のチェックはバッドエンドなんじゃないかなって思うんでね。まずはこのあたりのちょっとグッドエンディングを目指しつつ、あとはでも、この辺の一度グッドっぽいエンディング達成したけど、逆にバッドのエンディングも気にはないんだけどね。一旦やっていきましょう。まずは監視からいきます。安心かよいだろうなら適度に休むことです。ってことで、この監視はラストの方よな。怪物に多分、あそこと戦うところで多分食われたっぽいから、とりあえずそこまで進んでいこうと思います。あ、このシーン、ちょっと待って。このシーン確か攻撃ってやるとなんかダメージを受けた気がするんやけど、ちょっと何もせんどっか。おい、お前はなんだ。攻撃せなあかんのか。あなた顔近いな。メス、あれ攻撃せな終わらんてタイプ。どんどん顔がズームになってきて、他触れへんよな。メス触れないし、こいつも触れへんし。お前これ、いけた。あれ攻撃ってやったら確か俺がダメージ受けたのよな、前な。今の悪夢どれくらい寝たんだろう。そろそろ行かなければ、出口を見つけなければならない。よし、耐えたぞ。この感じで倒せるかな、あいつ。これをね、もう耐えられない、罪悪感に耐えられない。ごめんね父さん、お母さんをよろしくお願いします。子供目線なのよな。だからな、今は全て思い出した。父と口論になり、私は父の車で家を出たんだ。そして事故に遭った。事故のせいであの子供と彼の家族が死んだ。事故のせいっていう感じが違うのよ。あの子供が顔から車にぶつかるのを見てトラウマになったんだ。顔は完全にぐしゃぐしゃに引き裂かれたのに彼はまだ生きていた。私にはそう感じられた。ちょっと待って、俺なんか勘違いしてるかな。事故を起こしたんがこの子ってことか。それなのに警察はその場で即死と宣言した。私は治療を受けていた。統合失調症を患って1日に 2,3 時間眠るのがやっとだった。何をやってもうまくいかず、頭の中ではあの時のことが何度も繰り返された。私はついに全て終わらせて罪悪感を受け入れたんだ。受け入れてないから、罪悪感を受け入れてないから、あの変な怪物が出てくるんじゃないの。この子が事故を起こしたのよね。全て自分を責める気持ちが原因。あの子の顔はあの日からずっと私の心に残っていたのだから。罪悪感から自分と向き合い、絶望の淵に落ち、自傷行為に走った。さあ来るぞ、そろそろだぞ怪物、来い。
来ない？だー来た。ここでフル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 ってやってツンってリロードして、ズーズーリロードして、ブブブブブブブン当てる、ブブ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 ブン、エビブブブブブブブン、めっちゃ弾持ってるやん俺、うらい。いけた？あの事故から12年、あの日私は引き金を引かなかった。あれ、めっちゃ引いたで俺。なんとか罪悪感を乗り越えたのに。あ、どういうこと？罪悪感を克服すればろうそくのように前途が照らされる。売ったらあかんってこと？ん？どういうこと？あの怪物を撃つイコール自傷行為に走ってるっていう、そういうことかい？あ、違うわ。あなたは罪悪感を克服しました。ですが、いつまで現在の状態でいられるでしょうか？おめでとうございます。治療が完了しました。あれ？いけてる？あ、ちょっと待って。ほんでなんか、あ？何？あ？あ？あ？どういうこと？ジジイ、あれ？これ主人公？本当の自分は誰なんですか？知らん。は？うん。パリーン。パリーン。あ！エンディング？あれ？まだ俺全部チェックを緑にしてないと思うんですけれども、なんか一個違うエンディングが見れたっていうことなんかな。帰ってきたよ。いや、今度はどうしたんですかじゃなくてはっはっはじゃない。さっきのエンディングを見ると、このおっさんが俺自身みたいな。あ、でもそうやな。ん？まだ他のやつは全部完了してないから、試しに別のバッドエンディング、これ見れるか、ちょっと前やったやつやってみようかな。これでバッドエンディングやった瞬間、もう一回グッドやらなあかんとかなったら、ちょっとめんどくさいけど、結構気になるお話ではあるからね。バットのエンドが見れるなら、それも見れるのか、ちょっとやっていこうと思います。さあ、これで幽霊から我らと、ん、助けて我らは彼らとは違う、耐え難い苦痛なんだ。これを使って我らを解放してくれないか。これを前回は使ったけど、もう拾いすらしとらん、しない感じで言ったろう無視したろう。そうすればバットのエンディングには多分いけるよね。大きなモノリス、ラテン語に何か書かれたプレートがついている。これも辞書、これを拾ったら確か読めるようになるみたいな、そんなお話だったから、これも無視していったろう。この辺全部無視していって、え、バットのエンディングにたどり着けるでしょう。さあ、これでマーサ家入ります。マーさん家に入って、剣かなんかを確か取るんやったよね。こんにちは、助けて。これで前は確かとどめ刺さへんかったたんやったっけ俺。そんな感じじゃない、生贄にするみたいな。こっから出るにはこの方法しかないのかも。生贄にする。はい、マーサ突き刺した。すまない、他に選択肢がなかったんだ。いや、あるよ。あら、突き刺しました。これで、これ何でしたっけ、日記のようだ。
儀式には私が選ばれることを父は望んでいる。父は私がトマスの子を妊娠していることを知らない。逃げなきゃならないわ。ってことは俺は赤ちゃんもろとも言ってもうたってことなんかな。はあ、これででも探検も突き刺したから剣すらも持ってない状態になるってことじゃないの。お、あ、あれ、なんか、待って、おいどう、おお、こちら、おい、音、音、音やめ。ん、犠牲だけでは完全ではないのだ。だがお前の内臓は我らの主を養ってくれる。浄土の主に栄光あれ。あ、で、で、で、おべ、おべ、バッドエンド。帰ってきました。狂気、恐怖、崇拝、死、死んでもたね。あなたは果敢に祈りましたが、神を前に絶望へと沈むしかありませんでしたね。おめでとうございます。治療は完了しました。マジ？あれ？残念ながら結論は出ていないようです。あれ？お、いやいや、このまま診療を続ける気でしょう。ではまた近いうちに。あら？ってことは、バッドエンドにすると上書きされてる可能性ってことかい？帰ってきました。おじさん、コンシェルですねじゃなくて、今度はどうしたんですかじゃなくて、あはははでもなくて、ってことはセッション選択、あ、めんどくさ、ってことは上書きシステムだね。うわー、これどうしよう。一旦じゃあまた、じゃあどうなんやろ、全部バットにすることでなんかそれはそれでなんかなったりすんのかな。ちょっとじゃあこのまま赤いボタンいってオールバットも先に狙ってみようか。ちょっとなかなか気になるゲームになっとるな。で、この赤いボタンはおそらく最後の2択やね。俺は外に出たけど、単純にあそこで、ミサイル発射のボタンを押すことで、多分エンディングが変わるんじゃないかなと思いますので、そういう流れでいこうかなと思います。さあ、間もなく赤いボタン押しますよ。今度こそ。発射パネルを開いてドカンですよ。前回は外行ったからね。これをインタラクト、世界を破壊せよ。前は外に出たけど赤いボタン押しました。さよなら世界。残念だがこれで人類は終わりだ。お、は、ミサイル、あー、飛んでた。あ、あっちゅどーん、うえい。終わり。いつも餌をくれる手を舐めている。随分とちっぽけな反抗心ですね。え、おめでとうございます。治療は完了しました。え、どうせ、おや、ああ、どうした、あれ、あ、喋ってる。あなたの心は生き地獄です。目の前に何があるのかさえ分かっていない。うわ、夢には真実もあります。え、夢を通してこそ私たちは自分自身を認識できるのです。たとえ夢の中の自分が事実よりも素晴らしかったり卑しかったりしてもです。あ、良い夢を。
どつきました最後。どついた音したんですか、あれは。わー、何これ。でも俺まだ全部バットにはしてないはずやから、一応バットの数とかグッドの数でそれぞれエンディングが何種類かあるっていう感じなんかな。あー、おっさん生きてる、死んでなかった。あー、いや今度はどうしたんですかじゃなくて、あー、今のでだね、多分バットをこれで3つにしたからあんな感じになったんかな。じゃあノクターンのグッドエンディングが気にはなるところではありますけれども、先に監視のバッドエンドをもう一回やっといて、オールバットにすることで何か出てくるのか、それをやってみようと思います。何もしない。さあ来い来い。どんどん近づいてきて、ダーン。あ、終わり。は、罪悪感は導火線のように命を縮める。最終的にやっぱバッドエンドはああいう変な、なんだ、自分の中の怪物みたいなのに押しつぶされて自殺するっていうエンドなんかな。罪悪感に押しつぶされたあなたの心が粉々に砕け散る前にもう少しだけ持ちこたえられるといいのですが、これで多分全部バットになったで俺。おめでとうございます、治療は完了しました。オールバットエンド。と、あー、いやー、でもこれ見たやつじゃなかったっけ。あれ、あなたの心は生き地獄です。目の前に何があるのかさえ分かっていない。ああ、夢には真実もあります。夢を通してこそ私たちは自分自身を認識できるのです。たとえ夢の中の自分が事実よりも素晴らしかったり癒しかったりしてもです。良い夢を。おえい。ってことは全部バッドエンドやっても別に関係ないのか。ある程度バッドエンドがあれば一個エンディングが見れるっていう感じなんかな。さあ戻ってまいりましたが、結局あとはじゃあノクターンやね。ノクターンのお話のやつを俺またグッドエンディング見てないから、ああ全部赤。このノクターンをグッドエンディング達成しつつ、もう一回全部グッドにしていかなあかん感じかな。ってことでノクターン、まずはグッドエンディング目指してやりましょう。最終的にあの怪物に襲われて、ダーンじゃなくて、あの怪物に襲われて儀式を完了しようとしたらあかんやんな。もうシンプルに逃げな方、逃げた方がいいってことやな確かな。ってことでやっていきます。結局これ姉妹で話してるけど、ここで連絡取ったっきり特に出てこへんかったな、あいつな、ピンクの髪のやつな。ってことでやっていきます。来ました、これで。ああ、来る、ちょっと待って、で、ああ、電気が先消したかったのに。このタイミングで来やがって、あいつ空気読めへんやつやな、邪魔すんな。結構関係なく来んやなこいつな。何か行動したら来るとかじゃなくて、結構ランダムというか時間で来てるのか、だいぶ不定期に入ってくんぞこいつ。はい、どっか行け。膝リズム取りがち手長マン、どっか行った。帰る時だけ早いやつで、全ての電気を消さなきゃいけないんだ。もう来んなよ。これでベッドに入ろうとすると来んにゃんな。来た、やけど電気全部消して、あとはベッドに入るだけだけど、今回は儀式を完了させない、飛び降りる。
3階ぐらいじゃなかったっけ、ここでも2階やったっけ。数日前、地元メディアはロゾーの幹線道路の真ん中で少女が発見されたと報じました。少女は警察に対して魔法のクリーチャーに襲われたが窓から逃げ出すことができたと話しているそうです。警察はこの少女の母親が仕事に行っている間に侵入者が自宅に侵入した可能性があると見ています。あ、警察署長はこの地域の警戒を強化すると伝えています。あれ、魔法のクリーチャー、ただの侵入者扱いされてますよ。これででも一応ノクターンのお話はグッドエンディングよね。現実と虚構を区別することが大切です。ああ、精神科医っぽいお話するね。まだ現実世界で生きているようでよかったです、今のところは。おめでとうございます、治療完了しました。ああ、やっぱこれか。とりあえずじゃあ何かしら4つのお話が終わったら治療が完了しましたって言ってきて、グッドとかバッドの数に応じてウェイ、これらのエンディングが変わるってことよね。じゃああとは全部グッドにしてやれば何かが変わるってことよな。ってことで残りもう一度一旦グッド見てるけど、全部これらをグッドにすれば変わるはず、何かが。なのでもう一回頑張っていきます。こいつのやつが終わればグッドエンディングが3つになるんかな。監視のやつももう一回グッドまでやったからね。これでグッドエンディングが3つになると思うんだが、3つになると多分ハヌーン、アボーン。3つやとなんか鏡でおっさんが出てくるやつよね、多分。完了しました。意識不明、長い夜だった。 OK、 これでまたこのミッションもグッといけたし、治療は完了したんでしょ。うん、素晴らしい。仲間が崇拝している神に対してあなたは打ち勝ったのです。ですが自分自身の向き合った場合はどうでしょうか。治療完了です。でグッドが3つだとこのエンディングにたどり着くってことやな。分かってきました。やけどもう私が達成したいのはオールグッドエンディングなんで、そこまで向かおうと思います。結局これは何を意味してるんでしょう。本当の自分は誰なんですかって思って、手前の、手前のやつが俺自身ってことでいいんかな。意外とあのタバコ吸ってるジジイは未来の俺とか、どうなんでしょう。さあ残り一つ、あとは赤いボタンでもう一回グッドエンディングを出せばオールグッドで何かが変わるはず。いきます。またしても発射パネルのところまでやってまいりました。で今回は全部グッドにする必要があるので押しませんよ。インタラクト、パカ、世界を破壊せよ。押さない、外に出る、知らない、そんなボタン出ました。ここどこなんやろな。世界はいつかは滅ぶだろう。だがその命令を実行するのは私ではない。これほどまでに混沌とした原因は何なのか。私は全てに終止符を打つことに積極的だったのだろうか。言うとりますが、これで全部グッドになったと思いますが、治療はどうなりますか。人類のために飼い主の手を噛むことができる敬虔な魂は素晴らしいとしか言いようがないですね。おめでとうございます、治療は完了しました。どう？ブー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 、あれ？見たことあるやつ？ん？いや、ちょっと違う？ん？いや、あれ？
あれこれ見たことあるやつじゃないの？本当の自分は誰なんですか？あれ？全部俺これでグッドになったんだと思うんですけど、どういうこと？何かが足りない？あら、終わっているだと？おじさん、おじさん、興奮しているですね。今度はどうしたんですか？いや、あの全部グッドにしたんですけど、はっはっはじゃなくて、あれ、あれ、全部グッドにしてもエンディングが変わらないだと。一応トロフィー実績的なもんはあと1個取れてないのよ。それを取る方法どうやったらいいんでしょう。はい、ということで少し調べてみたんですけれども、どうやらあのバッドにするグッドにする、そこら辺の数で一応このおっさんがどうリアクションするかのエンディングは変わるみたいなんですけど、どうやらそこは全て達成できてるようです。なので種類としてはバットの数が多いとあっはっはじゃない、おっさんがなんか首なくなってなんか血出てる感じのやつで、グッドが3つ以上になってくると多分あの鏡が割れるやつで、半々だと多分何も起こらない、なんか診療続ける必要があるようですという、そういう感じになるみたいです。ただ実績トロフィーが1個解除できてないんで、それなんなんやろってちょっと海外の方のなんかいろんなプレイ見てたんですけど、どうやらこの情動の主、読み方あってのか分からんけど、このミッションというかミッション、このシナリオのやつに関してはバッドエンドとグッドエンド以外にもなんかもう一個ちょっと変わったエンディングがあるらしいです。なのでそれを目指していきましょう。ここやね、ここでゴーストが出てくるんやけど、このゴーストを解放するかしないかでも一つ変わるし、あとはあの探検のところやね、探検で突き刺して生贄にするかどうか、その辺でちょっといろいろ変わるみたいなんで、それをやっていこうと思います。でまずは多分実績トロフィーとは関係ない可能性が高いんですけど、一旦これ拾ってあいつ刺さないで、かつ普段ならこのまま流れ的にゴーストの解放に多分向かう、そういう流れになると思うんですけど、右側に今まで言ってたんやけど、この剣だけを祭壇に刺せば一応多分あの鹿の怪物みたいなのは出てくるんじゃないかなと思うんですけど、ただゴーストを解放していないがゆえに多分いけないのよね。さあどうだ、剣刺すで、そうするとこっちにはいけるが、ゴーストを解放していないので、ああこのままいつもならこの鹿線逃げた先に、ああ心臓があるのにそこまで行かせてくれない、そういうやつ。ただこれは実績とは関係ないみたいです。なのであとやってないパターン、それはゴーストを解放するけど剣は生贄にぶっ刺すっていうね、そのパターンをやってないのでそれをやりに行こうと思います。さあ解放、ここまで来ました。ゴーストー
解放してくれてありがとうやんな。あ、感謝するでした。 OK、 この状態で剣をあの生贄にぶっ刺せば多分別のエンディングいけるんじゃないかと思います。で、え、マスで、うん、いきますよ。ということで、あとはぶっ刺すだけ。やっちゃっていいかい？ゴースト解放したけど、祭壇行かずに、ぶっ刺す！すまない。他に選択肢がなかったんだ。そんなことはないと思うんやけどな。これで、なんかもう一個の、ん？変わったエンディングが見れるっていうことなんですけど、どうなんでしょう？お、実績解除した。5ヶ月後。お。どこ？助手。彼が近所の住人を何人も殺したという人物ですか？ん？医者。その通りです。精神疾患の発作を起こしたようです。え？私が警察官だったらよかった。ん？聞いたところによると全てはある一件の事故が原因だったようです。彼は動物の血にまみれた状態で発見されたそうです。そして何か呪文のような言葉を唱えていた。誰が見てもその時の彼は何かに憑依されていたと思ったでしょう。とにかくかわいそうな人ですね。は？かわいそう扱い。は？おお。はあ。こんな感じなの？あ、そら憑依されてるわ。あらー、あ、帰ってまいりました。狂気、恐怖、崇拝、死、あなたは果敢に挑みましたが神を前に絶望へと沈むしかありませんでしたね。なんか一応バッドエンディングっぽい扱いではあるんかな。はあ、そしてまた、はあ、このエンディング、一応グッドエンディングの数が多ければこのエンディングに達成するっていう、そういう流れっぽいんでね。やから、なんやろう、この精神科医、え、自分自身が、え、どういうことなんやろな。本当の自分は誰なんですか？ちょっと考察をしろって言われると非常に難しいと思うんですけれども、何やらちょっと精神病んでる人が、なんかどうなんやろ、自分自身と向き合って、ん、良くない方向やったり、もしくはグッドエンディング的には、まあいい方向に進んだっていう風な、そんなお話なんでしょうか。そんな感じではございますが、一応これで全てのエンディング、実績、解除ができましたので、このゲームはここで終わろうかなと思います。非常にレトロドットにもかかわらず、ああ、いいゲームであったと思います。またこんな感じのゲームちょこちょこやっていこうと思いますので、よかったらまた来てください。ということで、ご視聴ありがとうございました。また何かしら別の動画でもお会いしましょう。それではまた、よろしくどうぞ。